こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ようやく動き出した F2 後継機。次期戦闘機への予算が決まった中、111億円という予算が計上され、開発が進むことに。それと同時に、F-35A の国内組み立てが継続となったのが同時に飛び込んできた。F-35A の墜落事故の件もあり、国内での F-35A ステルス戦闘機の組み立てが見送られていたが、ここへ来て予算の削減と経費見直しによる国内組み立てが継続となる。F-3 ステルス戦闘機への一歩が進むことになるが、この間、新進の全方向から見れる見学会が行われた。やはり、次期戦闘機への転換が防衛省でも進んでいるのだろう。一昔前の日本独開発ステルス戦闘機少し、新進について説明していこう。2017年10月末、先進技術実証機 X に、いわゆる新進の名称で呼ばれていた機体が、2016年4月から30数度の飛行回数を重ねて、その実証実験を終了した。この新進という通称は、日本一の高さを誇る霊峰、富士山の別名であり、その名称からも、同期に寄せられた機体の高さを伺い知ることができるだろう。2019年現在、日本は国産の F2 戦闘機を実戦配備しているが、この新進の存在は、それに続く国産の次期 F3 戦闘機に向けたものと捉えられている。しかし、現実的には、現状の F2 戦闘機の開発に際しても、結果、アメリカの F-16 戦闘機をベースとすることが政治的な折り合いから決定された過去があるようにかなり厳しいだろう。これは当時と比較しても戦闘機の開発を自国のみで行うには膨大なコストとなっており、このコストを負担することが極めて難しくなっていることが大きな問題として横たわっている。もちろん、何も、こうしたことは、日本に限ったことではなく、ヨーロッパ各国でも、同様の状況であり、近年一国で戦闘機開発を実施しているのは、もはや、アメリカ、ロシアなどの少数の国のみだ。2019年8月時点では、F2 戦闘機の後継機の開発費用を、2020年度の予算内に盛り込む方向性が打ち出されているが、やはり自国単独開発ではなく他国との共同開発が示唆されている。具体的に有力視されているのはアメリカのロッキード・マーチン社との共同開発であり、F-22 戦闘機と F-35 戦闘機のミックス型とでも言うべき計画が、取り沙汰されている。そもそも、買って、日本は、強力な制空戦闘機を求めて、F-22 戦闘機の導入を希望した経緯があったが、アメリカが、同戦闘機を、自国内のみの使用に限定したことから、果たせず終わった。そのため、F-35 ステルス戦闘機を、その代わりに導入することになったが、こちらも、すべて、完成品をアメリカから購入することとなり、自国での戦闘機開発からは遠のいている現状がある。他の兵器でも同様だが、開発コストを考慮すれば購入することに、メリットはあるものの、防衛産業の技術の維持、発展を考えれば、そうとばかりは言い切れない。ジレンマが存在している。
進進においても航空機としてのステルス技術や飛行時の姿勢制御技術などのテクノロジー開発にその傾向が大きいとされ、自国開発を要望する声につながっている。ちなみに進進で最も実用化の可能性が高いとされているのは IHI 社製の機関部であり、出力的には十分使用に耐えるものとして現在も開発が継続されている模様だ。またステルス戦闘機に必須の要素となっている点が各種兵装を機体内に収めるウェポンベイの技術であり、これまでのような主翼や胴体下に喧嘩する方式とは根本的に異なる点だ。なぜならば、このウェポンベイを装備していなければ機体のステルス性が大幅に損なわれることを意味し、せっかくの戦闘機が敵に容易に探知されてしまうことにつながるためだ。高速で飛行する戦闘機において兵装を収納する扉となる開口部の面積は広く、その広さにかかる空気抵抗に耐え、かつ正確な動作が求められるという高度な技術の塊といえる。ただ反面、今後の航空戦力のあり方について、こうした有人のステルス戦闘機がいつまで主流たり得るのかという、先日ハード面の変化にさらされていることも事実だ。すでにアメリカをはじめとして AI を搭載した完全自律型の無人航空機が実用化されてきており、いずれ戦闘機にもこの波が押し寄せてくることが予想され始めている。一気に無人戦闘機まで行き着かない場合でも、複数の無人戦闘機を母機である少数の有人戦闘機が統率する可能性なども含め、非常に不透明な状況だとも言える。驚くべきことに、こうした無人戦闘機は、従来型の有ステルス戦闘機よりも低コストで生産が可能とも伝えられており、近代戦のテーゼを覆す存在となるのかもしれない。また、先ほど触れたウェポンウェイへの兵装、つまり、そこに収納するミサイルの高性能化を指摘する声もあり、こちらの進化も、戦闘機そのものを無効化する存在になりかねない。そうした場合には、有人戦闘機における運用上の最大の課題の一つでもある、搭乗員の育成という時間的・費用的な課題をも省力化させ、戦術面や戦略面の転換すら予想させる。そうは言っても、直ちに現在の戦闘機という存在が一挙に不要となるとは考えにくいため、現状の第5世代戦闘機に続く開発を中断することは得策とは言い切れないだろう。くしくも F-35A ステルス戦闘機の導入を決定していたトルコが、ロシアのミサイルを購入したことを理由にその引き渡しを凍結されたように、購入への依存はリスクを伴っているからだ。